歴史文化資材です。
奈良時代に木材加工に使われていた蝶名や槍旦那という道具を用いて加工します。また第一次大極殿の復元工事と同様、古代建築の木組みを復元するなど現代に続く匠の技によって工事は進められます。復元事業によって第一次大極殿院という特別な空間が現代に蘇ります。感じているのは古代の人々と同じ感動。